J-WAVE World Music を聴きの皆さん、こんばんは、ウアです。今週も始まりました、クリエイター同士による音楽座談会 WOW Music。 先週はエイミーさんをお迎えしました。演歌の影響が大きいというお話が大変意外で楽しかったです。今日はセロの高木翔平さんをゲストにお迎えして、深夜に音楽対談をお届けしたいと思います。いつも彼らのライブには衝撃を受けるので、いろいろお話伺えるの本当に楽しみです。J-WAVE WOW MUSIC、 今日はセロの高木翔平さんをお迎えしました。セロの高木翔平です。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。嬉しいです。いや嬉しいです。こちらこそツヤツヤですね、高木くん。よく言われます。やっぱり。じゃあまずですね、うん、自分から自発的に音楽に興味を持ち始めたっていうのを覚えてらっしゃいますか？父親も母親も割と音楽聴く人だったんで、で父親サーファーなんですよね。あら、まあ、サーフィンやってる。かっこいい。そうで、しょっちゅう車乗って、はい、千葉の方とかに海に連れてかれる道中、まあ、カセットとかでなんか流れてるのをぼんやり聴いてるみたいなのが、もう本当の本当の現象的な音楽体験、やはりアメリカの西の方の音楽になるんですか？そうですね、そういうそういうシンガーソングライター系のジェームス・テイラーだったりとか流れてたりとかして、そう、まあでもその時それがこういう音楽だみたいな全くわからないで、そうですね、本当にぼんやり聴いてるっていうのが元々でしたけど、海つながりだったのか、そういうサザンとサザンオールスターズとか、なんかそういう手近って言ったらですけど、その身近にテレビとかで見られる音楽みたいなので、だんだん自分のものと父親と母親が聴いてるものとを接続させていったって感じかなって思いますね、なるほど、じゃあ最初に興味を持ったアーティスト、具体的な、リスニング的なところで言うと、さっき言ったようなサザンオールスターズとか、スピッツとか、それごめんなさい、何歳ぐらいになります？小5小6中1とかそんぐらい、ですかね。でそれと同じぐらいの時期に、そのあの自分でやろうと思ったきっかけは、あのゆずって二、人でこう、アコギをジャガジャガ鳴らす、でしかもそういうストリートから出てきたですよね。でまあなんかやっぱりこれだったら俺もできそうだなとか言って言って、家にあったアコギを触り出すみたいな流れがありましたね、特別こう親からもらった言葉とか、環境以上の何か特質的なことっていうのは自分ではあんまり思い当たりません。いつでもアクセスできるような状態は、用意してもらいつつ、でもなんか押し付けはなかったっていうのが、今になって思うとすごいありがたかったなとは思いますね。それでバンドスタイルっていうことになっていく過程というのは、高校入って普通の東京都立の高校だったんですけど、エレキ禁止っていうすごいなんか昭和の学校みたいな、厳しくはなかったんですけど、なんか前例があったんですかね。多分そう、あの、エレキのバンドのライブでなんか怪我人が出たりなんかして、なぜか電気のせいにされて、それがその電気楽器のせいでこんな混沌が起きたんだっていう学校の多分そういうことで、僕が入った時にはエレキは禁止っていうことだったんですよ。でもなんか音楽やりたい気持ちはあるし、その法律を逆にハックしてやろうと思って、そのアコギだけど覆すようなことをやってやろうみたいな感じで、みんなで集まって3人とか4人とかがジャガ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 って、ジャジャジャみたいな、そうアコギなんだけどみたいな、で学校の踊り場とか響くじゃないですか、それがすっごいこうなんかトランスっていうか気持ちよくて、そのアコギがもうバーンってすごいリバーブなのが、毎日持ってって3、4人ですんごいただアコギをジャンジャンって鳴らすっていうのをずっとやってた。でその子たちがバンドメンバーになったわけではない、今のそのギターの橋本くんとかは僕同じ高校なんで、それも一緒にジャンジャンやってた、一緒にやってたんだ踊り場で。踊り場で
じゃあ、あの時のやっぱり感じた2人のなんか気持ちっていうのは大事にしたいみたいなこと思う日あるのかな。あ、そうですね、なんかフラッシュバックする時ありますよ。あの2人で作業してる時に、あ、これなんかすげえ高校の時みたいだなみたいなの未だにすごいありますよ。あ、そっか。高木くんのそんなね、うん、音楽人生の中で影響を与えた、これちょっと邦楽っていう風に限ってみたんですけれども、うん、1曲教えていただけますか。はい、先ほどから何回か名前出てます、はい、その桑田佳祐さんのいいですね、はい、鏡っていう曲なんですけど、渋い曲で、はいはい、あのいわゆるその桑田佳祐さんとかサザンとかのイメージとちょっとこう ずれのある感じの曲なんですけど、あ、そうですか、うん、とても好きなんで。じゃあ続きましては楽曲の制作の方のお話伺いたいんですけれども、はい、まあ、まずセロ、うんうん、楽曲作り上げていく過程はどんな、なんかあるんですか、セオリーというか。これまでは割と個人プレイっていうか、うん、ある程度のところまでそれぞれでデモを組んできて、でもうこんな風にやってくださいみたいな感じでそれぞれがデモを解析して、うん、そのバンドにしていくっていう作業、プロセスが、まあ、一般的だったんですけど、ここ最近は本当に3人でもうしょっちゅう集まって、鼻歌、その iPhone, iPhone とかでもうふんふんってやったのをもうその聞かせて、ここに乗るコードって言ったらまあ何通りかあるよねみたいな、もうそういうところからもう揉んでいくっていう、結構時間のかかることをここ最近はやってますね。まあ、3人よればね、うん、文殊の手で。そうなんだ、うん、で iPhone に撮ったものをそのまま使っちゃうなんてこともありますか。あ、結構あるかもしれない。いいんですよね、うん、そうなんかね、そうなんですよね、うん、そう、僕自分の家で の制作環境って全然パソコン使ってなくて、未だにその MTR っていうあのこういうあの、はい、こうやってやり、フェーダーがついてるようなやつで卓録をするんですけど、なんかいいんですよね、それで撮れた音とかが良かったりして、うん、結構バンバンあの本ちゃんまで使ってること多いですね。はいはい、じゃあその作曲する時間っていうのは意図的に時間を持ちますか、それともふと生活の中で聞こえてくることもあるんですか。頭の中でずっとぐる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 作ってて、それやりながら子供のブロックとか、あ、できたねとかって言いながら、頭の中でもう上の空で考えてて、なんか形になってきたぞってなるまで絶対デスクに座らないんですよ僕は。もうある程度まで頭の中でもう全部仕上げる、うん、よく忘れないね。いや、それが忘れるんですよね。忘れますよね。そうだから、でも忘れるのも結構いい作用になったりもする。そのあ、なんだか忘れたけど思い出してるうちに全く別のこう、第三案みたいなのになってきたりとか、まあ、種は残ってるからね。そう、うん、でしかもずっと覚えてたってことはそれだけ強度のあるアイデアだったとか、うん、そやっぱ淘汰されますよね、うん、その記憶で、うん、結果的になんか一番信用できるメディアはノーっていうか、そう、だなんかめちゃくちゃアナログですけど、想像である段階まで作っていくみたいな、ということは楽器を使いながら作曲するのは最近めっきり少なくなったっていうことの最初の段階、うん、まあ僕もともとそんなに楽器も上手じゃないっていうか、もうその、まあ、ある程度の意思を伝えるぐらいまでのところは一応コードとか弾いてやりますけど、本当、メモ程度ですね。メモ程度。リリックを書いていくときに、うん、まあ、気にしてること、うん、ちょっと注意してることとか、うん、僕最近一番心動いた、はい、あの文章っていうかあって、それが小説でもなくて、そういう人文書でもなくて、香水の紹介文。妻がね、その化粧とか、はい、その香水とかに最近すごいハマって、でいろいろ買ったりカタログとかこうあの家にいっぱいあったりとかして、ビュリーっていうね、うん、あのフランスの香水のなんかカタログがあって、これの文章がすごい面白いから読んでみろっていうから読んでみたら、もう詩なんですよね。夏の香りとかって、そういう抽象的なものをイメージさせるためにもう言葉を尽くすわけですよ。言ったらソムリエみたいな、ワインの味をもうあの手この手で語るわけじゃないですか、もうワインと関係ないところから言葉を持ってきて、それみたいなことが香水で行われてて、僕が音楽に言葉付けするやり方多分これだなってすごい思ったのがあって、
香水を言葉を尽くして説明するみたいな感じで、その鳴ってる音楽を言葉を尽くすっていうのが僕の歌詞の付き合い方だなって なんかすごい思って、はい、常々ね、うん、あんまり自分の歌の歌詞をそういうエッセイにしたくないって思ってて、そういうので感動する音楽はいっぱいあるんですよ、その、その人の気持ちみたいなのが描かれてて、それにすごい共感できるとかって、僕はその気持ちっていうよりも本当香水の紹介文みたいな、はい、あの感じのもっと共感しえないぐらいのなんか美しさみたいなものを自分はやった方がいいんじゃないかって最近つとに思っています。あ、これからのことですか？うん、まあそうですね、うん、これからでもあるし、うん、ここ最近でも、うん、実践してもいい、うん、俺がどうのこうのじゃないところに行きたいということですよね、うん、ですね。でもやっぱその切り取り方認知にはやっぱり自分のフレームっていうのはどうしても入るし、でそれが結果としてあの自分語りになればそれでいいみたいな、最初から自分のことを話そうとしなくていいのかなみたいな、まあ、ある種普遍的であって、面白いですね。そうなんですよね、面白いですよね。じゃあなんかこの、書き上げるのに苦労した一曲なんていうのが存在しますかね？苦労したっていうか、すごい楽しかったやつがあって、はいはい、あのそのセロのポリライフマルチソウルっていう曲なんですけど、はい、大好きです。トランシーですよね。川は彼は誰みたいなあのやつをずっと呪文みたいに唱え続けるところがあって、はい、でそれってあの4拍子をまたいでいくから、あのサイコロの目みたいにどんどん聞こえてくる言葉が変わってくるんでね、川は彼で切るとあの川は枯れているになるんですけど、川は彼は誰になると、彼は誰っていうところが切り取られたりとか、3つか4つ切り方によってどんどん出てくる目が変わるっていうのを、あのみんなで考えたんですよ。あ、みんなで考えたの？そうそう、だからそれこそサポートメンバーも含めて、みんなで練習している楽器を1回置いて、みんなでメモをこうやってやって、なんかいいのないかなって言って、そのフレーズをすっごいみんなで出し合ったんですよね。あ、そうなんだ。それがなんかすごい忘れられないこう共作体験で、すっごいあれ楽しかったなってしょっちゅう思い出す。いいですね、思い出。うん、そうそう。みんなで作るってやっぱ。そういうのもあって聞いてる側も伝わるんだね、きっとね。文化祭みたいな感じで楽しかった。あ、文化祭感は本当永遠に持ってたいですよね。ね、そうそう。続きましてはですね、最新曲出たじゃないですか、はい、出ました。これなんて読むんですか？これふっって感じですか？吸うんですね。そう、吸って吐いてという意味なんでしょうか？意味と言いますか、というかあの水木しげるさんの驚きの表現でふわっていうあのやつがよくあるんですけど、まあ、そういうこう驚き、夢から覚めてふわ、はいはい、ってなる感じをそのまま言語化したってか。そこなんですね。うん、わあ、これは。じゃあズバリどんな流れでこの新曲に至ってやったんでしょうか。僕が元を作って、はい、荒内くんが、まあ、どん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 プロデュース的にこう広げていってくれた感じなんですけど、はい、歌詞の面で言うと、はい、ちょっと個人的な話になりますけど、はい、ちょっと前にあのコロナにかかりまして、はい、ちょっと子供とかに移したあれだなっていうので、そう、ね、その、まあ、一応その自宅療養って形で自分の部屋でこう閉じこもりきりになって、はい、まあ、それなりに熱も出てちょっと悪夢みたいなのもこう見たりとかして、でもうなんかそうちょっとループするようなあの感じだったりとか、でなんか夜中に起き出してそういうこうスポーツドリンクをこう飲んだりとかするような感じ。歌詞にそんな。そうそう、そう、はい、だからなんかすごいこの悪夢の感じ、すごいいいよなと思って、なんかこれをそのまま音楽にしたらすっごいいいだろうなと思って、何遍も何遍も目覚めるあの悪夢的なトリップ体験みたいなのを曲にしたいなと思って。ちょっとちょっともうすごいじゃないですか。そう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 。なんか私あの先にちょっと歌詞とかいただいて見てたんですけれども、仮でストレンジストーリーって書いてた、あ、ストレンジストーリー、あ、そうそう、最初はそういうタイトルだったの？そうですね、あのギリギリまでそのタイトルで言ってたんですけど、最後の最後でいやなんかストレンジストーリーって普通だなと思って、っていうかもう本当にふだろうみたいな感じで、ストレンジストーリーなのはもう聞けばわかることだし、
それよりももっと象徴的なのはフハの方だろうみたいな、フハ感来てますね。トラック結構でも編集してるじゃないですか。そうです、ね、あれってどこ何割ぐらいバンドで演奏してる？うちで僕がその MTR を使ってタクロックしたギターとかはそのまま使われてて、でその他のリズムだったりとかそういうのはもう全部荒内くんが家に入れてる、でまあスタジオで作業するのは声ぐらいですね。あ、そっか。じゃあもうリミックス状態というか、生音をもうすでにリミックス状態、続いてはライブの話していきたいんですけれども、はい、ライブとはズバリすいません、リハとかどれぐらいされるんですか？リハ、はい、そうですね、規模にもね、ライブの規模にもよるかとは思うんですけど、そうですね、はい、ここ最近やっぱりそのパンデミックも あってライブってもうだいぶ貴重なものになっていっちゃって、うん、日常じゃなくなっちゃって、はい、もう本当に飛び飛びでやるようになっちゃったんで、一つライブやっては、まあ、ものすごい間が空いて、完全に何も忘れてる状態でまた練習に入ってっていうのを、ここ最近ずっと繰り返してるんで、まあ、新鮮っちゃ新鮮ですよね。そうですね、毎回初めてライブやるみたいな、うんうん、もうなんかドキドキしながら、勝手に心機一転してますよね。そうそうそう、人前でやるってなんだっけみたいな感じ ありませんか、そういうのって？そうですね、私ね、もともとあんまり爪爪でやらない方でして、それでコロナ禍も実は割とライブはやれてきた方なんですよね。だけどそうですね、連続性が一応こうある感じっていうか、あるけどリハは毎回するようにはしていて、特にバンドやってる方だと、あのアジコっていう、もうみんなもいろいろ他にもやってるし、 で、ね、結構割と忘れちゃってるからなんだっけみたいなそうそうそうやっていてありますよ、ね、でもそのコロナ禍におけるそのライブの場所でのこう純度っていうのはすごくなんか透明性を帯びてるっていう か、うんうん、うね、ルックスとしてはなかなかあの、ね、よろしくないんですけど、態度とかはね、あのライブっていうものとはちょっともうね概念が変わっちゃってる状況なのにもかかわらず、なんかもうその日本人の言うとこの以心伝心とか合うんっていうところのものが深まってるっていうふうには常に感じてた、確かにそうかもしれないですね、はい、そう、面白いですよね。面白いですよ、なんかじゃあ印象に残ってるシーン、結構いつも夢中なんで、あんまりこう覚えてない。あんまこう客観的には見てないんだ。うん、僕も結構溺れちゃうんですよね、状況に。シャーマニックなんですね。あ、結構そうかもしれない。だからお客さんの顔見るたりとかするとすぐ持ってかれちゃうんですよね。例えば泣いてるお客さんとかがいると、もうすぐもらっちゃう。もう、あの鏡になっちゃって、もうその泣いてる人を表現しちゃう自分が。もうで、この曲聴いてこう泣いてるってことはこういう思い出とかがあんのかなとか勝手にもうこっちで保管して、歌いながら、そう、それがもうどんどん増幅してちゃってもう苦しくなってきちゃうんですよ、もうすごい。で歌詞とかも飛ぶし、もうあんまり 見すぎちゃいけないなと思って、ミラーボールとかがあったらもうずっとミラーボールを見るようにして、わかります。もうなんかそういう感じで、あんまりコミュニケーションしすぎないようにしないと、本当すぐ溺れるから、でも本当はコミュニケーションしたかったんだ。そうですね、それこそ若い時そういう CD 出したばっかりの時とかは、もう本当それで毎回毎回溺れてるみたいな感じで、あのもうお客さんと一体になろうみたいなことを考えすぎて、ドカドカ入れすぎて、わけわかんなくなるみたいなの連続で、なんかそう、帰ってからも眠れなさそうな現象になりそうですね。確かにそうだったかもしれない。ここ最近はそれイコールいいライブってわけでもないんだなっていうのがようやく分かって、それかといってあんまりに客観視しすぎてもそれはつまんないし、まあすごいこう間の淡いの部分を楽しもうっていうことを最近はやってる、だって音楽ってまあ目の前に人間がまあ巻き起こしてる事実は分かるにしても見えないじゃないですか。そうですね、なので曖昧といえば曖昧だけど、そして私たち演者はさ、外の音絶対聞こえないっていう、そうなんですよね、この悲しい事実、まあちょっと当たり前なんですけど絶対に何が外で鳴ってるかは分かんなくって、時々確かにちょっと調子悪かったりと不安になることもなくはないですよね。ありますね。でなんかその確かなものが見たかったのかな、私そのお客さんのそれぞれの目を見るとかちょっと無理ですね、本当持ってかれちゃってポンって、ビール買ってんなとかね、あくびしてるなとかね結構目があのいいので見えちゃって、昼間の野外とかでもあの人今なんか
子供やしてんなとかさ、うん、見えますよね。見える見える、うん、そう。じゃあ今は最も大事にというか、うん、帰ってそうはしないでその淡いの部分だったり、そうですね、何かこう、うん、間にある目に見えないものをもっと信じるような形に、うん、そう。あと、うん、もう一つ地味に心がけなきゃいけないのが、はい、あの次のことを考えないこと。その例えば次の曲とか、この曲やってる最中にセロってすごい曲をあのポンポンつないでライブやったりとかするから、はい、パッとこう次の曲に行かなきゃいけなかったりとかするから、曲やってる最中に次の曲のこととか考え始めちゃったりとかあるんですよ、うん、ダメ？あ、いや、ダメじゃないと思う全然ダメじゃないと思うんだけど、うんうん、あんまりにそれがあのはっきり起きすぎちゃうとやっぱつまんなくなる。あ、自分がね、うんうん、なんか緊張しちゃうよね。流れ作業っぽくなってきて、うんうん、あ、そっか、なんか太鼓の達人みたいになってくるっていうか、なんかこう向こうからやってくるやつをドンドンってこう当てはめていくみたいな作業になってくると、はい、なんかこれライブっていうか流れ作業だなみたいになっちゃう瞬間があるから、それもほどほどに。歌詞とかでも今歌ってる歌詞の次の歌詞がやっぱどん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 頭にやっぱこうやってくるけど、なるべく今歌ってることにとどまるようにしないと、やっぱなんかタイムも早くなってくるんですよね。あの歌うのもせっかちだから、あの早くこれ歌い切って次の言葉に行かなきゃなってなるとどんどん早くなるんですよねちょっと待ってそうなんだ、うん、なんか、だからそれより今歌ってることをあの味わう、ちゃんと咀嚼して、みたいなことをなるべく意識しないと、僕はもうほんとどん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 次に行っちゃうから、あ、うん、なんかそれを心がけて、うん、それはじゃあ後で客観的に音源聞いたりとか映像を見てそういう風に思ったんですか、うん、早いんですよね。そうそう、すっごいそういう時ほどやっぱせいてる、本当に味わってる時ほどやっぱ後ろに後ろに、あ、レイドバックしたい、やっぱいいライブの時ほどそういうことが起きてるなと思って。あ、そうかそうか、そうそうそう、うん、あとなんかちょっと読ませていただいた中で、その MC、そのマスターズ・オブ・セレモニーっていう立場としては、最後のその深い淵、深淵なる場所っていうのはバーンと飛躍するためには、そのポジションのものが何かをしないといけないと、で自分はそれができるようになってきたっていう風になんか読んだ気がするんですけど、そうですね、なんか言いましたね。そこすっごく興味があって、光栄な場所だけどやはりすごくプレッシャーじゃないですか。本当そうなんですよ、ね、それ何なんだろうと思って、ちょっとできるようになったっていうそれを聞いてみたいと思って、うん、一つ言えるのは、はい、信頼っていうか、まあ、お客さんへの信頼もあるし、はい、一緒に音楽やってる人たちの信頼もあるし、その僕もライブでは あんまり楽器持ってないし、はい、もう歌に集中させてもらってるようなとこあるし、他のメンバーがその音楽的なことはもうやってくれてるだろうみたいな感じで、もうあとはお客さんと自分との間の小さい隙間を電車とホームの間みたいなのをポッとこう踏み出すだけなんだっていう風に思うようにするってことなのかなっていう。思うだけでいいんだ、うん、そのイメージを持つということ。そうそうそう、具体的なフィジカリ何するとかじゃないってことですか、うん、だからそんなに大きいジャンプじゃないんですよね、多分本当にその電車とホームの間ぐらいのものなんじゃないかって、でも落ちたらとんでもないですもんね。落ちたらとんでもない落ちたらとんでもないけど、お客さんも多分寄ってきてくれてるし、他のメンバーもこうやってやってくれて、俺のためにって言ったらあれですけどお前飛べみたいな感じでこうギュッと隙間を詰めてくれてて、でありがとうみんなピョンっていうなんかそういうことなのかなみたいな。やっぱりそれは最後には言葉なんだっていうふうにおっしゃってたかなと思ったんですが、うん、そうですね、はい、そんなこと確かに話してたかも、もうそれはその時に降りてきた言葉というふうに捉えたらいいの、それともリリックの中から見つける、うんうん、あ、まあそうですね、いつも歌ってる歌詞の方かな、はい、そのやっぱでもその時その時でその歌詞の響き方ってやっぱ不思議と変わるものだし、歌詞って何のためにあるのかって言ったら、やっぱそういう最後の跳躍のための本当ものとしてあるんじゃないのかなみたいな。究極的にね、究極、うんうん、突き詰めて言うと最後のね、うんうん、なるほど、そう。はい、そろそろ高木くんとはお別れの時間になってしまいました。あっという間でした。いや、なんか楽しかったです。楽しかったですなんかじゃあ最後なんですけれども、はい、チャレンジしたいことございますか。まあ、さっき言ったような感じで、泣ける音楽とか、乗れる音楽とか、なんかそういう風にもう記号化されない、もうなんだかよくわかんない気持ちになるみたいな
あの音楽みたいなのを、まあ、これからもうもっともっと追求していけてどんどん広がっていったらいいなっていうのは常に思ってることです、ね、うんうん、それをリードしていくべき存在ですからね、うん、頑張ります、期待しております。ありがとうございます。ウアがナビゲートしてきました WOW MUSIC、 いかがでしたでしょうか。高木くんとはずっと一度ゆっくり話してみたいと思っていたので、なんだかまた大事な友達が増えたような気がして嬉しいです。そして次回のゲストは菊地成吉さんです。もう奇才というイメージですけれども、めちゃめちゃキュートな方なので、そういったチャーミングなとこが引き出せたらいいなと思ってます。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はウアでした。